窓ドカ太郎バス。マドカ太郎バスは、1923年の関東大震災に伴う路面電車も被災後の市内輸送補充策として、東京市が応急に導入したバス車両の通称、東京市営バスの源流となった。フォードモデル T のトラックモデルである、フォードモデル TT ジャー氏を利用して急増され、その粗末さから、明治時代の乗り合い馬車の愛称である、 窓か太郎馬車になぞらえた通称がついた。1923年9月1日、東京一帯は関東大震災に見舞われ、市内交通網が寸断された。特に当時すでに市民の重要な足となっていた市電網は壊滅的な被害を受け、復旧の見通しが立たなかった。市電を運営管理していた東京市電機局は、市電が復旧するまでの大対策として、 バスの導入を決定。納期を早めるため、当時世界最大規模で大量生産されていた、アメリカ合衆国、フォード社の T 型車に着目、そのトラック用バージョンである TT 型シャーシを仙台、発注。最低限の簡易なバスボディをベッド国内で製造して、シャーシに仮装する手法を取ることとした。こうして生まれたバスが、窓か太郎バスである。わずか11人乗りの急増バスで、 当初は屋根と最低限の囲い、車内ベンチを設けたのみ、背の低い当時の日本人乗客でも頭をかがめなければ乗り込めないような車体であった。側面や後部の窓ガラスがなく、雨天時にはホロを張るような粗末さで、梱包の木箱を解体して、車体の材料に使ったなどという風文まで囁かれた。それでも小さい車体は、震災で寸断された。 市中を走り回るには交通合であったこともあり、市民の貴重な交通機関となった。明治時代の乗り合い馬車、トラックシャーシを流用したバスは腰高であり、シルエットが明治時代の乗り合い馬車に似通っていた。乗り心地も困ったことに馬車並みにひどかった。明治時代の乗り合い馬車は通称窓か太郎馬車と呼ばれていた。窓か太郎とは落語家四代目。 立花や円太郎から来ている。それをもじって、関東大震災後の間に合わせの東京市営バスも、次第に、窓か太郎バスと呼ばれるようになった。フォードの協力もあり、シャーシの第一便は1923年内に、日本に来着。窓か太郎バスは、震災後わずか4ヶ月後の、翌1924年1月から運行された。当初は日系統であったが、 年末までに800両が揃い、計20系統で運用された。路面電車運転士などが緊急に自動車免許を取得、運行に当たった。小型ということもあって、車掌の乗務は省略され、結果的にバスのワンマン運転としては日本でも早い事例になった。路面電車の復旧進行に伴い、バスの運行は縮小されていくはずであったが、震災前から、 東京名物満員電車と呼ばれたほどに路面電車の輸送力が逼迫しており、東京市民からは新たな交通機関であるバス輸送の存続が希望された。そのため、東京市では窓か太郎バスのフォード TT により本格的なバスボディの仮装を施して居住性を改善したほか、さらに新しく大型のバスを増やすなどの対策に取り組み、 21世紀初頭におけると A バスにまで、連なるバス輸送の源流となった。急増とはいえ大量導入されたバスは、日本でも公共交通機関として十分に機能することを証明することとなり、後年、日本各地の都市で路線バスが運行される契機となった。こうした背景が評価され、1955年より、窓か太郎バスは交通博物館で保存されることとなった。 交通博物館の閉館後、2007年からは、鉄道博物館の所蔵として、東京都交通局が、西高島平駅倉庫に保管しており、非公開とされている。同社は2008年に、機械遺産28番に認定された。加えて2020年度には、重要文化財にも指定される予定である。ありがとうございます。